カチュウジャッキーと、はい、水の入ったペットボトルですね、はい、こちら2つ用意していただいて、これ水入ってないといけないんですね。そうですね、水が入っていた方がいいですね、はい、この後はね、するんですけど、はい、懐中電灯を、はい、まあ、こうできればこう置けるタイプのものが理想的なんですが、はい、ここ電気をつけて、はい、これがでこうペットボトルをこの上に置いて、ほうほう、はい、でこうすると停電した時とか、はい、あとは被災した時の夜を過ごすためのアイデアになるんですけど、はい、でこうするとその懐中電灯を普通に持っている時よりもペットボトルの中の水が光をこう拡散してくれるので、そう、光全体、部屋全体が明るくなるんですよね、うん、でまたこの、手をで支える必要がなくなるので、うん、食事をする時だとか、はい、あとはまあ作業をしている時とか、そういう時のランタン代わりになるっていうアイデアになります。なるほど、はい、電気をつけたまま、うん、ペットボトルの光を置くと、液体が透明であれば色がついていても光が綺麗に、ちょっとこれが丸いペットボトルなので、はい、こちらなんですけど、また四角いペットボトルの方がいいんですが、こう色のついたものでも光は反射してくれるので、はい、やっぱこう雰囲気が変わったり、白いのだと光が強すぎる可能性もなくはないんで、じゃあちょっと常夜灯的な使い方みたいなイメージですかね。はい、